おはようございます。じゃあ今日まず最初に、新メンバー自己紹介お願いします。大リーグの方でやってました、今年はレース試合も含めて全部勝っていけるようにやっていきましょう。 FC 中井に新たな仲間が加わる。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂き。第2話渇望。中井にはもう一度叶えたい夢があった。この会場の空気の中で毎試合できたら自分の人生最高だなって思ったのがその試合で、それは2014年2月のこと。当時ペスカドーラ町田に所属していた中井はホーム最終節を迎えていた。負ければ上位チームによる優勝決定戦であるプレーオフ進出がなくなる試合、絶対に勝たなければいけない試合だった。初めて SNS を使って全員で、お客さんを集めて前にした中で絶対に勝とう、ホーム最終戦でプレーオフに挑もうみたいな。まず SNS を使うのがその時は当たり前じゃなくて、で、会場が満員になるのも当たり前じゃなくて、本当半分とかが当たり前で、その中でもう全員がもう2週間前ぐらいから毎日投稿して本当に会場が満員になったんだよね。そんな中前半で負けてたっていうね、やばいみたいな思うやん普通。その中で後半、スタートピッチに立って、キックオフの笛が鳴る前にあれなんか負ける気しないと思ったの。これがホームなんだっていう空気が味わえて、結果勝ったんだけど一個のプレーでうわーってなって惜しいって言ってくれるわけよ。外しても次だみたいな、止めたら素晴らしいナイスディフェンスっていう雰囲気が全部自分の味方なの。あれ以上の後押しを感じた試合なかったし、競技フットサルとか町田のこととか知らない人もいたと思うけど、なんか町田に期待しちゃう、俺らに期待しちゃうっていう感じもあったし、だから本当にワクワクするというか、その空間を楽しんでたんだろうと思う、みんなが。中井の夢、それは会場を満員にして試合を戦うこと。その夢を叶えるためにも FC 中井を立ち上げた。自分は日本一のチームを作ることと、あの空間を作ることが、生きてる意味というかやりがいなんで、FC 中井ではそこを目指してもちろんやってる。1回戦からそういう巻き込んだ試合がしていきたいよね。ワンプレーワンプレーでいろんな人のため息だったり叫び声だったり、それは選手もファンサポーターも一緒で、そういう空間を作りたいね。何千人っていう人が集まる空間で FC 中井がピッチに立って試合をしてる、その試合は多分誰もが記憶に残る、一生頭の中に残る試合にして俺らが勝つ。いやもう最高や、ほんとやばいと思う。満員の会場で最高の試合を、頂を再び目指すべく正式に活動を再開した FC 中井は、中井、伊藤、明、渡るの4名に新メンバーとしてフィールドプレイヤーの千葉、キーパーの佐藤の2名を加えた。今度はゴールしてチームが勝てるように結果を残していきたいと思います。なりたいですね、日本一に。早速迎えた練習試合は東京都一部の青キングを相手に5対2で勝利。幸先の良いスタートを切ったかに見えたが、中井が思い描くイメージには程遠いという。
立ち上がりにスイッチを入れてやっていくっていうことができなくて、自分たちでスイッチを入れるところシンプルにそこが課題だし、まあ、得点チャンスを決めれなかったっていうのもこっちの方がチャンスが多くて、その1点さえ決めれば全く違った試合になってたし、もう今のままだったら絶対に無理だし、ね、人数的にも無理だし実力的にも全然頂には届かないと思うから、1回の練習でどれだけ前進できるか、前に進めるか、殻を割れるか、自分が想像もしてこなかったことにチャレンジできるか、うん、もうそれが本当にちっちゃいことかもしれないし半歩かもしれないし、もしかしたら10歩かもしれないし、どのチームよりも早くたくさん探して見つけていくっていうところが大事だなって思うけど、現状のチームの課題は立ち上がり、そして決定力だ。全日本フットサル選手権は一発勝負のトーナメント方式、どの試合においても負けたら終わり、確実に勝利を収めるためにも先制点を取り早い段階で自分たちの流れに持っていくことが勝利の秘訣なのだ。練習試合から数日後、おはようございます。じゃあ今日まず最初に、新メンバー自己紹介します。岩崎雄大です。一昨年までタイリーグの方でやってました。岩崎雄大、 F リーグディビジョン1所属名古屋オーシャンズの下部組織やアグレミーナ浜松でプレー、その後活躍の場をフットサル強豪国であるタイに移した。丸2シーズンぐらいですかね、代理人とか通したわけではなくてスポンサーのデスポルツさんだったりからこういろんな人紹介してもらって、もともとタイでプレーしたっていう選手図体でつながったチームに自分で連絡して1週間だけタイに行って練習参加して5引くれって言ってそこで掴んできましたね。そうですね、行って勝ち取りましたね。本当にいやーよかった本当に今思うと、まあ感触はすごく良かったんですけど、なんかタイって日本みたいに契約書とかしっかりしてなくてめっちゃ口約束なんですよ、何でも大体が。だから本当に物事が進んでるのかどうかっていうのが分からなくて、じゃあ俺も一回帰らないといけないからって言って帰ってきて、こっち帰ってきてから連絡するじゃないですか。でじゃあいついつ行くからまた、空港に待ち合わせしてくれって言って、でその時までまだビザの話とかも、本当に契約書も出てこないし登録されてるのかも分からないし、それでも2回目また行ってそしたら誰もいなくて深夜 2,3 時着いたんですけど、まだ空港から近い方のチームにいたんで空港から1時間半ぐらいキャリーバッグにこもって夜な夜な歩いてなんとか着いて、そんなとこからのタイ生活始まりでしたね。でもそれすらも楽しんでた自分がいるんで、まあ別にそこでもしダメだったとしてもなんかこう落ち込んでやめちゃうみたいなことは多分なかったと思うんですけどね。タイでの自身の挑戦の最中、岩崎は FC 中井の挑戦を見ていた。徳武選手が見てるって言ってて結構面白いよみたいな、でそこから俺も見てみて、そしたらもう意外とハマっちゃって、途中から見たんですけど一番最初から見直して、言っちゃうと無茶な話だけど、まあでも本気でやってるからやっぱちょっと見てみたいなっていう、どのぐらいまでいくのか、まあでもまさか本当に府中のアスレ、さてと当たるとこまで行くとは思ってなかったですね。もっと最初の方で負ける感じかなと思ってたんですけど、まあ面白かったですね。だから、まあ、その頃にはもう僕帰国してたんですけど、なんか即戦力になれたらもうとかって実際ちょっとは思ったりしましたけど、ね、まあ、その単発っていう期間でモンゴルとかも行ってましたし、そういう短い期間ですけど力になれたらなとかっていうふうには思ってましたね。その後伊藤の誘いで参加した頂杯では
FC 中井のゴールマウスを守り準優勝に貢献。結構前なんだけど F リーグ選抜っていうのがあって、そこで一緒にプレーしてて、そこからちょくちょく連絡取ってて、でいただき杯でゴレーロ探すってなって、結構最初に浮かんできたのが雄大で、でピッチの中でもすごい本当に味方をめっちゃ鼓舞するやつで、プレーもすごいアグレッシブだったんだけど、本当裏へのボールの出方とか、熱い系のゴレーロっていうか、セーブした後にめっちゃ吠え散らかしてなんか盛り上げる感じのやつ、言葉も通じないようなところで生き抜いてきたからこそ、何が起きても雄大なんかなんとかできるぐらいなメンタル持ってそうだから、なんかたくましいね。俺とかシーズン1の時とかもう負けたら本当終わりだからさ、めっちゃプレッシャー感じたけど、そういうやつが後ろにいてくれるってね、なかなか頼りになるというか、1回戦2回戦勝ったのは雄大のパワーが大きかったと思うし、何より上手くなりたいっていうところが素直だから、もうそこは本当に伸びしろだよね。やっぱあそこまで純粋にものを見れて取り組めるっていうのは、きっかけがあればもっともっと絶対上手くなるからすぐに伸びると思う、うん、1試合目2試合目重なっていくごとに、本当にこれ全然今まで活動してたチームだなっていうようなプレー、チームワークっていうのがこう感じれて、まあ負けてしまったんですけど、いやこのチームでちょっと長くやりたいなっていう気持ちにはなりましたね。なかなかないじゃないですか、やっぱいきなり集まった中であんだけ一体感出て、またやりたいなってっていうメンバーっていうのは結構難しいと思うんですよ。フットサルだけじゃなくて、まあ、人間性というかこうそういうのも合うチームだったのかなって思いますね。まあでもその中でも俺が結構インパクトあったのはやっぱケンスケの存在というか、初めて一緒にプレーして話してみて、こんなに熱い人なんだなっていうのは思いましたね。まあ、映像なんで作ろうと思えば作れちゃうわけじゃないですか。なんだけど一緒にプレーしてこの人についていきたいなというか、この人と一緒にトップ取りたいなって、頂き取りたいなって思わされましたね。共に頂きを目指すため再びチームに合流したのだ。まあ、今年はレース試合も含めて全部勝っていけるようにやっていきましょう。お願いします。お願いします。ゆでさんうまいです。めっちゃ基本的に技術高いかなって。やっぱなんか結構難しいボールもちゃんとキャッチとかできるってのは、やっぱ相手ボール減らせるし、大事なとこ止める勝負強さとか、なんか野生猛獣みたいな感じ、結構かっこいいなと。岩崎の合流後間もなく FC 中井は次の練習試合を迎える。オッケー、スイッチね。試合の中でのスイッチ、行くとこは行く、行かないときはしっかり守る、しっかり普通の姿勢でいいから、でスイッチ入れたときだけ強く、そういう切り替えだけ、メリハリだけいこう。オッケー、加藤。対戦相手は東京都2部リーグ所属、秀球教の歌。じゃあやること全部やろう。よし、はい、落ち着いて対応して、攻撃カウンターとかさ、エネルギー使うとか使おうぜ。よし、やいこう。よし、雄大のオープニングゲームだから。よっしゃ、では加藤加藤加藤、いきます。中井バーン。試合開始。チームの課題は立ち上がりと決定力。岩崎は完封でデビューを飾れるか。前半3分 FC 中井が攻勢に出る。コーラーキックから中井のシュート、これは枠の外。伊藤が渡るとのワンツーで抜け出す。シュートは相手キーパーがブロック。中井のキックインから渡る。こぼれ球を伊藤が詰めるもゴールならず。渡るから中井、前線の伊藤へ、これもキーパーがセーブ。チャンスを決めきれない FC 中井、流れは徐々に秀球教へ。秀球教カウンター。
サイドへ。このシュートはポスト。中球強一気に前線へ。落として立て続けにシュートチャンスを作る中球強。中球強キックイン。大きく逆サイドへ。トラップし中。落としてこれを決められてしまった。 FC 中井先制点を奪われてしまう。攻めているにもかかわらず点が取れないことの焦りからか攻撃も守備も噛み合わなくなっていく。チームを立て直すため中井はタイムアウトを取る。今0-1負けてて全然 OK、 全然 OK で、30分2本終わった段階で俺は勝つよ。 OK、 よし、全然大丈夫だ、全然大丈夫だ。チャンス冷めちゃった。じゃあまず3分以内に1本いこう。中井の言葉に冷静さを取り戻した FC 中井が躍動する。このボールはカットされるもすぐさま奪い返す。中井明とつないで最後は渡るが決めた。同点に追いついた FC 中井はその直後中井から伊藤、中井抜け出す、折り返して渡る、ゴール。渡るの2得点で逆転。電光石火の逆転劇で前半を1対2で折り返す。だからずっと小さく動くじゃなくて裏取りに行く。俺らは、ゆっくり回しながらもうどっかで長い距離走るっていうのも絶対したと思う。引いて守った時にオフェンスになったら衝撃的なんだ。試合の中でじゃあそれに気づいてどれいつ変えれるか、いつその自分たちに気づいてじゃあお前が声出して気づいて変えればいい。 OK、 今タイムアウトで取った時に変わったじゃん。あれは多分気分が変わったのよ。俺らの試合の中での気分が変わって、それを試合の中で一声お前がかければチームが変わるわけよ。チームが求めてるところってそこだと思うよ。 OK、 相手がしっかりセオリー通りじゃないというかじゃないポジションにいるときに、いつどこで、ボールを失うかもう分かんないし、そういうときに頭に入ってるか入ってないかとかちょっとした1メートルの距離で多分次の展開っていうのはだいぶ変わるんで、そういうとこはディフェンスやってるときもオフェンスのことを意識するし、オフェンスやってるときもディフェンスの意識を少しでも残しながら、プレー しないとなと。そこは気づかせるのキーパーなんでどんどん言っていきたいと思います。最初の10分お前から行くから強く行って行こう。後半が始まると FC 中井が攻守ともに相手を圧倒していく。このワンツーをアキナがカット。前線にボールが入るが伊藤がシャットアウト。 FC 中井キックイン、伊藤からアキラ、中井とつないで伊藤、アキラの寄せからボールを奪ってカウンター。キーパーと1対1、こぼれ球を中井、直後のコーナーキック、伊藤から中井、相手ゴールを脅かし続ける。後半12分、このパスを渡るがカット。アキラが中央でキープ、サイドの渡るへ、渡るから中井、中井のミドルシュートで追加点。中球強の攻撃、サイドをドリブルで駆け上がる、これは渡るがブロック。中球強に再びチャンス、一気に前線へ、ワンタッチでつないで、これはポスト。ピンチをしのぐ FC 中井。中球強の時間帯は続く。サイドから中へ、これをクリア。 FC 中井カウンター。アキラがドリブルで持ち込み自分で決めた。1対4、流れは FC 中井に。伊藤からサイドの中井へ、中井からアキラ、
クリアされるが、渡る伊藤とつないで決めた。渡るのハットトリックで1対5。30分2本を終え、スコアは1対5で勝利。残りの1本、30分3本目ショートカウンターから2失点を許すも、アキラ、伊藤の3得点で逆転。トータルスコア3対8で FC 中井が勝利した。カウンターに行く準備できてないから、そのカウンターに行くまで意識したディフェンス、前の推進力を持てるディフェンスっていうのをしなきゃいけない、まあ、迷いがあるからなのか分かんないけど、相手の方が戻りが早いとかあったから、ちょっとそこをね突き詰めてやっていけたらと思います。まあ、よくやられたらやり返すってことはあると思うんですけど、まあ、やられてからじゃもう遅いというか、だったらもう俺らが先に先手取ってやりに行くっていう、もうやり続ける試合終わるまでっていうスタンスでやっぱやっていかないと、まあ練習試合といえど頂を取るにはもう本当にノックアウト式なんで、やられる暇なくやりに行くっていうスタンスでやっていきましょう。練習から前半失点してから、まあ焦らないでっていうところを伝えたと思うんだけど、本当に焦る心配ないし、俺らのやってきたことをやれば、スイッチが入れば俺らは絶対にいけるのか、それを渡るお前が入れる、アキラが入れる、全員が入れるようにならないともっともっと上に行けないと思う。そこは意識して行こう。一朝一夕にはいかない。さらに彼らに残された時間は少ないのだ。一回一回の練習や試合を確実に成長につなげなければ FC 中井に明日はない。時間ないですね、本当に。来月の末には始まるじゃないですか、1回戦、まあ、そこに向けて本当にやっていかないと足りないですね。こっち来てここ数年ぐらいの単位で行っちゃっても大丈夫だと思うんですけど、過言じゃないですけど、練習来るのがワクワクしてるというか、モチベーションが違います。はっきり明確な目標があるんで、もうそれに向かってやるだけ、楽しんでいきたいなとは思いますね。抜いてやらないとなって思いますね。まあ、本当に一日も早く成長しなきゃって感じですね。個人練習みんなより取り込まないとなって思いますね。 FC 中井に新しく加入した千葉、佐藤、岩崎、この3名の飛躍的な成長を見る日は遠い未来ではないだろう。FC 中井にリベンジマッチの挑戦状が届く。自分で解決しちゃう、自分のパスがずれたから、自分のサポートが悪かったから、そこが課題だよね。まだまだ遠い頂への道のり、 FC 中井が乗り越えなければならない壁とは。